はい、どうもロッポンです。今回はデイリーレース B、 モンツァサーキットのグループ4のレースになります。今回はちょっと周りのみんな周りがレベル高いんで、とにかくなるべく上位でゴールすることを目標にしたいですね。あってなウェイロンだな、ライズアップみたいなマークつけてるし、んライズアップあれ本当にわかんねえな、日本人じゃない。まあいいや、 A プラスの人が半分以上いるんで、もう勝てる気はしません。勝てないです。予選タイムを思いっきり負けてます。とりあえず迷惑かけないように食らいつけるぐらいがいいかな。スタート、ああラグい、11位がラグい。おい、車両はベイロン使っています。ベイロンでまあまあ頑張りたい、頑張りたい。ちょっとな、1コーナーは大丈夫かな、後ろを信じて。ちょっと怖いけど、おお、ラグが怖い。よし、とりあえず突っ込んでくる人じゃなくてよかった、後ろが。まあここはおとなしく前譲って、後ろが怖いな、 RCZ。 イエロー、あ、やべ、これインカットだ、やっべ。いやー、そうですよね。おー、アグレッシブ、アグレッシブ。今のは強引に抜いていったな。ペナルティーショーか。まあ、順位落とします。2個落ちたか。やべえな。全然ダメだ。全然走れねえ。はい、周りが格上とはいえ、それでも上の方にはなんとかついていきたい。おー、近いパス。13位の F タイプも出したいな。ここは直線のパワーで抜けされるでしょう。ベイロンパワー、余裕で行く。早い、やっぱさすがベイロンだよ。おっ、はい、来たな、ラグいやつ、ラグいやつ来たな。このラグいやつどう処理するか、ほんと怖えもん、こいつ。どうやって戦っていこう、あのラグと。あのラグが、自爆してくれればいいんだけど、それはあんまり期待できないな。おぉ、なんだ後ろ、オーストラリアか。おぉ、うわぁ、もう、嫌だ、嫌だ、こんなレース嫌だ。ラグはいるし、荒いオーストラリアはいるし。いやぁ、もう何なの、このレースは。RCZ にも抜かれるし。ひでぇラグ。ひでぇラグ。イエローフラッグの原因、みんなあいつのラグのせいでしょ。スリップ入って、フェラーリの横に、並ぶ、並ぶ、並ばせて、並ばせて。よし、おー。
はいい、いい。ストレートで、1コーナーで、仕掛けられる。この距離ならいけるか？ベイルもブレーキないけど、行くしかないでしょ、ここは。スリーワイド。ほら。エクタイプに、うお。ああ、ダメか。抜かせなかった。どうするか、ここから。エクタイプは抜かせそうだな、なんとか頑張れば。またイエローだ。ラグが絡まってんのか？後ろの RCZ を切り離したい。あ、やべ、ミスった。ミスった。壮大にミスった。あ、違う、あれ、フェラーリか。直線で離せる。へい。直線に入ってしまえばもうこっちのもんよ。フェラーリといえど、ベイロンの前にはかなわないだろう。これ入ってくるか。うわまだいい、まだいい、まだ引き返せる。最終コーナーは仕掛けない、まだ仕掛けない。あーでもこんだけ詰まっちゃうときついな。いや、まだ仕掛けない。立ち上がって1コーナーで仕掛ける。1コーナーで仕掛ける。これだけストレート長ければ余裕でしょう。どっち行く？イン側を塞がないね。 OK。 よし、ストレートは楽。ブレーキ早かったか。はい、とりあえず前に出れたけど、問題こっからだ。こっからフェラーリをもうブロックするか。前に追いつくことは諦めて。前に追いつくのは諦めよう。ブロックに切り替えていく。やべ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 。では、お、後ろが来た。だな、オーストラリア。お前には何が何でもイン側を渡さないぞ。イン側を渡さないぞ、意地でも。ダメだ。普通にイン側を守るライン取りしたら、こうなるわな。重たいベイロンで、最後ストレート入って、ストレートじゃねえ、スリップ入って、ブレーキングはダメか？届かないか？届かないな。届かないか。あー、ちょっと悲惨なレースだ、今回は。ラグにやられたわ。もう、ひどいレースだ。最近こんなんばっかだ、もう。よし、デイリーレース B。まあ、ちょっと残念な。14位でフィニッシュしました。ありがとうございます。ひでえな。ここ最近。